6月にちくさくかくお座にオープンしたジャムパン専門店たまのか早いと昼過ぎには売り切れてしまう人気店です前回ちょっとお寄りした時もお店多分多分売り切れてなんか果肉がわかる感じがねあそうフルーツ食べてるなってみんなに広めたいよねって話してたんですよね <laughs> お店には季節のフルーツを使ったジャムパンが10種類ほど並びますこの時期は愛知県産の甘酸っぱいイチジクや和歌山県産の希少なバレンシアオレンジそして今人気なのが山梨県産の白桃を使ったジャムパン作る様子を見せてもらいました。 この味をできるだけ生かして作れればいいかなと思ってます。まずはカットした桃の糖度を確認して砂糖の量を決めます。十三ぐらいです。はい。ポイントはフルーツの甘さを生かすため使う砂糖は一般的なジャムの三分の一ほどに。もう一つはフルーツの食感も生かすこと。 果肉が残る程度に火を通したら完成です。身がゴロゴロしているのがわかります。はい、そして合わせるパンはブールパンという丸いフランスパン。外はサクサク、中はもっちりです。このパンにジャムをたっぷり挟めば完成です。 中がもちもちでパンも美味しいんですけど、ジャムがまるで桃という感じの桃を食べているようなジャムです。ジャムパンに目をつけたのにはある強いこだわりがありました。見た目悪いんですけど、まあ、味はすごい。良かったりとかするんで、はい、そういうもので、えっとまあ、喜んでいただけるようなものを作りたかったっていうのはありますね。寺原店長はこれまで。 農業や飲食業に携わる中食品ロスを目の当たりにしてきましたそこで形が悪い少し傷があるなどで捨てられてしまうもったいないフルーツを生かせるジャムに着目積極的に仕入れてとびっきりのジャムパンを作り上げたのですやっぱ珍しいというか、えっとまあ他にないもの、まあ、オリジナリティのあるものを目指したかったというか。 まだ見たこととないとかあんまり知られてないものとかもいっぱいあると思うんでそういうもので喜んでいただけるものが作れればなと思ってます。